はい、高野雲です3月1日のジャズとして今回はですねジョージ・ウォーリントンの「ニューヨークシーン」というアルバムを紹介したいと思います、えー、ジョージ・ウォーリントン白人ピアニストですね白人とはいえもうバド・パウエルのいいところを受け継いだもうパウエル派の中でも優等生なんじゃないかと個人的には思っています素晴らしいピアニストですねそのジョージ・ウォーリントンの3枚目のアルバムですね、まあ、有名な「カフェ・ボヘミア」次に「 ジャズ・フォー・ザ・キャリッジ・トレード2つとも印象的なジャケットですよねまあ見たことはあるっていう人いたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますでその次の3枚目がこのニューヨークシーンなんですけどまあ、この3枚の中では一番地味なジャケットのような気がしますけれども、まあ、当時のニューヨークのこの全面ガラス張りの窓っていうのは意外と当時は新しい感じのジャケットだった写真だった ののかなぁとは思いますねあのエドモンド・エドワーズっていう人が撮影したねガラス張りの壁面壁面というかビルの,あの一部をこう切り取ってるがニューヨークが映し出されているよーっていう感じで,でまあ、写真の処理がちょっと地味な色に処理されちゃってるからあんまり斬新さは感じないのかなぁなんとは思いますけれどもねだったらまあカフェ・ボヘミアあとキャリッジ・トレードのジャケットの方がね凱旋門だったりとか。 あと馬車だったりの方がなんか印象に残るジャケットなんでなんか印象残りづらいジャケットではあるんですけど中身はとんでもなく素晴らしい演奏なんですよね。えー、録音されたのがこれは1957年の3月1日です。で本、えー、セクションが2名いまして本、まあ、セクションというかね 本奏者が2名いらっしゃいましてドナルド・バードがトランペットでフィル・ウッズがアルト・サックスですねでリーダーのジョージ・ウォーリントンがピアノでテディ・コティックがベース、えー、ニック・スタビュラスがドラムを叩いています1957年3月1日に録音されているんですけどもまあとにかく勢いのあるもう純正ハードバップって感じですね。 まあちょっとビバップの香りも残ってはいるんですけれどもとにかく音がストレートでまっすぐなんですねもう明るくエネルギッシュでもうストレートにスピーカーから音がもう何のてらいもなくま、ね、っすぐ素直にストレートに直球でこう熱い音がこうボーンって迫ってくるのでこっちも,もう素直な心で受け止めるしかないという、ね、すごく清々しい気分になるハードバップだと思います。 でね、ドナルド・バードのトランペットっていうのもあのすごく明るくて軽やかなんですよね。でフィルーツのアルトサックスもこれ一瞬初めて聞いた時一瞬マクリーンかと思ったんですけど、まあ、それは当然まあ2人ともパーカー派の筆頭ですかねチャーリー・パーカーの影響を濃厚に受けている人なのでそのパーカーのいいところを残しつつもあの新しい自分のスタイルを模索してひたむきにアルトサックスに取り組んでいる感じが伝わってきてでその真面目さと あの熱い気持ちがもうストレートに音になって伝わってくるのでとても聴いていて気持ちが良いアルバムですねただ欠点といえば、まあ、欠点とは言えないんですけどあまりにもドナルド・バードのアドリブとあとフィル・ウッズのアウト・サックスのアドリブが素晴らしいので一瞬ですねあれリーダー誰だっけ <laughs> あそれはピアニストがリーダーのアルバムだったなとかって思っちゃうんですよねだから、まあ、ジョージ・ウォーリントンがリーダーとはいえ、まあ、ジョージ・ウォーリントンももちろんいいピアノ弾いてるんですよアドリブでだけど一瞬ドナルド・バードとフィルーズの相当リーダーのコンボのアルバムを聴いてるんじゃないかって錯覚に陥ってしまうぐらいですねとても管楽器があの勢いあふれていて素敵なプレーしてるんですよね とはいえですねやっぱりまあリーダーとしてのこう貫禄というか存在感を見せるためにピアノトリオのアルバムじゃな,いごめんなさい曲も吹き込まれてはいるんですねそれがあの3曲目のグラデュエーション・デイっていう曲なんですけれどもねこれはなかなかいい演奏だと思いますこうジョージ・ウォーリントンっていうとすごくもう黒人顔負けに疾走するもうバド・パウエルのもうなんかいいところを受け継いで疾走するすごく歯切れの良いピアノ を弾く人っていうイメージなんですけれども、そのグラデュエーションで音を聞くと、お、意外とこの人のルーツが見えるなって思ったりもするんですよね。では意外とこの人クラシックの教養あるんじゃないかなという一面が、あのさまざまなフレーズとかあと弾き方にポロリと出てきたりとかもするので、そこは面白いところですよね。だから、まあちょっと走休めにいいタイミングですね。三曲目っていうのがそこで。 弾いてるグラデュエーション・デイっていう曲もぜひ耳通していただきたいなと思います。まあ、とにかく生きの,のいい素晴らしいアルバムだと思いますよ、これは。 まあこれを聞いてあのいいなあと思った人はですねぜひちょっと遡ってジャッキー・マクリーンがね参加している1年数ヶ月ぐらい前のねあカフェ・ボヘミアも聞いていただきたいなと思いますまた逆にですねあのカフェ・ボヘミアって割と名盤として紹介される頻度の多いアルバムなのでお持ちの方もいらっしゃると思うんですよねでそのジョージ・ウォーリントのカフェ・ボヘミアを聞いてを これいい感じじゃんって思った人は、ぜひこのニューヨークシーンも聞いていただければなと思います。本当にコーツつけがたい内容で、ハードバップファンにはもうたまらない演奏ですよね。本当にこの人たちジャズが好きなんだなっていうね、この演奏を楽しんでいるなというね、 波動みたいなものが本当にビシビシ伝わってくるアルバムですのでこれはぜひおすすめしたいと思います。ジャケットの地味さで買うのを躊躇しないようにしてほしいなと思いますね。そういうことで、えー、今回はですね1957年の3月1日に録音されました、えー、プレスティッチニュージャズですねレーベルはねニュージャズレーベルから出ていて ニューヨークシーンジョージ・ウォーリントンがリーダーのアルバムを紹介させていただきました最後までお聴きくださいましてありがとうございました